去年武雄市と交流連携協定を結んだ岩手県の陸前高田市。復興が進む町でラーメン店を経営する男性が器に武雄市の黒豚焼きを使うことになりました。武雄市を訪れたのは陸前高田市でラーメン店を経営する今野学さんです。新しい店舗の開設に伴いラーメンの器に黒豚焼きを使用しようと今日丸田信正窯を訪れ陶芸家の信親さんと一緒に器の大きさやデザインなどを決めていました。武雄市は東日本大震災の後陸前高田市に市民ボランティアを派遣するなど交流を続けていて震災10年の節目となった去年民間レベルの交流も深めようと協定を結んでいます。この協定などをきっかけに今野さんは黒豚焼きの魅力を知り今回使用を決めたということです。あと先生の作品をちょっと店内に飾ったりとかもちょっと考えてましてもっといろんな人に知ってもらいたいなって焼き物の魅力。今野さんの新店舗は7月頃にオープンする予定で黒豚焼きの器は80個が作られます。